です。東海道線、上下線、中央本線、高尾駅から小淵沢駅間の上下線で運転を見合わせています。一部運休は京浜東北線、湘南新宿ライン、中央線快速電車です。そして運休の情報です。成田エクスプレス、踊り子号特急列車など一部の特急列車に運休が出ています。続いて新幹線の情報です。東海道新幹線、米原、京都間ほか、一部区間で強風のため運転を見合わせているため、上下線の一部の列車に運休や遅れが出ています。続いて車、高速道路の情報です。現在ご覧いただいているのは東海道新幹線です。続いては高速道路の情報をお伝えしましょう。高速道路でも一部台風強風のため通行止めが出ています。日本道路交通情報センターによりますと、首都高では首都高神奈川3号、狩場線上り、新山下から本牧ジャンクション、首都高速神奈川5号大黒線全線、湾岸線東扇島から並木間が通行止めとなっています。航空は155便が欠航、2万7000人に影響が出る見通しです。また全日空も羽田発着便を中心に58便が欠航となっています。およそ2万7000人に影響が出ています。朝7時30分の状況をお伝えしました。これからお出かけになる方は今後の情報にもご注意ください。